ご存知の選手いらっしゃいます？いや、あの原監督、僕の時代は原監督。そっか。はい、そうです。それはあの時はスーパースターだった。はい。あ、今来ました。原監督、メルカン、ありがとうございます。はい、初めまして。あのオリンピック素晴らしかったです。ありがとうございます。はい、今男子、男子今見てます。はい。男子もすごくレベルアップ。少しレベルアップしました。あなたの力。いや素晴らしい。あの私の時代、うん、あの僕はもう1990年から20年までは国内プレーしました。はい、であの時はもうスーパースターだった。今あると。会うとすごい嬉しいです。そうなんですか。はい、どうぞあのどこにでも入ってみてください。どうぞ。いや危ない、本当に大丈夫ですか。大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ動き。バスケットボール日本代表。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よく来たね。はい。頑張ろう。若い時は野球やったんですけど、やっぱりバスケットかなと思った。バスケットボールはでもすごくこうなんていうか運動神経の激しいね、はい、素晴らしいね、もう止まらないんですよね、止まらない、はい、オフェンスからディフェンス、ね、トランジションやって、まあ、あのストップしたら怒るでしょ。そうです。あまり怒らないんですか、コーチングスタイルは。監督をもう20年ぐらいやってますので、ちょっとっね、やっぱりデイバイデイ、変わりますね。最初ベリーヤングの時は43、はい、スタート、の時は少しか、うん、もっと、そう、私もでもやっぱりもう毎日できないじゃないですか。もう疲れる、自分も疲れるから褒めることは簡単、そう、やっぱり叱ることっていうのはすごくしんどいですね。そうですよね、間違いないです。でも日本の野球はね、すごいなんか正解で1位になったから、WBC も優勝したんですけど、その前オリンピックも優勝したから、なんか日本人の練習とか、初めやってる時に若い時からそこを絶対やってると思う。僕はもうバスケットのレベルは野球が行きたい、あのレベルに行きたい。ベースボールはアメリカンベースボールはシーズンスポーツでしょ、はいはいはい、バスケットボール、フットボール、ベースボール、はい、そうです。日本はもうずオールシーズン、オールシーズン、そう、若いから、ね、そこもなんか勉強になったかな。アメリカも勉強した方がいいと思う。真面目です。素晴らしい。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございました。今度バスケットボール見に行こう。お願いします。いつでもぜひ。いつでも。ここの風、いつでも頑張ります。また。ありがとうございました。ありがとうございました。ここもファンです。カーバーだったらもうこっちに来るよ。ちょっと来てほしそうですよね。いや、ダメです。何言ってない。バスケットはあんまりやったことないですね。体育とかでやる感じです、ね、若い時はもうコーチたちとか呼ばなかったの。中学校のバスケ部の先生にはなんか試合だけでいいから来てみたいな。でダメだった。まあ、野球あったんで、土日だったんで試合が。ああ、なるほど。野球あるんで。なるほど、なるほど。身長は、勝ってる？負けてるの？いや、勝ったでしょ。違うの？肩の位置はちょっと。肩負けてるっす。肩の位置は負けてる。負けたくないよ。そう。何でも負けたくないよ。そう。すごいですね。手のサイズどうですか？手はちっちゃいです。あ、一緒ぐらいですよね。同じぐらいです。そんなに大きくない。足は大きいです。33。32です。32。あ、じゃあ一緒ですよね。手長いです。じゃあバックトゥバック。あ、一緒ぐらいだよ。はい、一
緒バスケにやろうよ。一緒っすよ。野球を連れてください。やめてください。あんまそんな甘くないです。すごいです。あ、シューティングフォーム見せて。あー、ちょっと違うな。ノーセンス、ノーセンス。ノーセンス。いやーノーセンス。まあ、この感じでね。うん。おお。ノーセンス。まあ、練習したら。プラクティス。はい。プラクティス、プラクティス。じゃあ、試合終わってから練習しましょう。頑張ります。はい。家行きます。はい、お家で。はい、はい、お家でよろしいです。はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ああ、そうですね。8月に、はい、あのワールドカップありますよ。お、バスケです。はい、沖縄で。お、応じてください。行きますね。行きますか。沖縄行きます。よし、よろしくお願いします。テレビに行きます。ありがとうございます。頑張ります。行きますって、どっちに行きますか。もしかして、プレイヤー。ジャパンの一員。いやいや、そっち。そっち。そっちですか。戦力なんないですけど、大丈夫ですか。見た目だけ。そうです。見た目。シーズンはいつも、いつ終わるんですか。9月下旬ぐらいですか。まあ、まあ、シーズン中ですから、はい、まあ、しょうがない。とりあえず、チャンスあれば。11月。まあ、応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、頑張ります。参りましょう。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ニュージーランドで、はい、4年、5年ですかね。プレーして英語できるか。いやー、まあ、でも英語できないんで。できないんですか。だからまあ子供たちには英語を絶対学んでねっていうのは言ってますね。練習しちゃったんですか。2回です。2回ちょっとだけ。え、早いの投げるんですか。あのフォアムとちゃんとしたやつを投げる。ちゃんと投げます。あ、バスンと、うん、早いの。早いかどうかわかんない。頑張ります。怪我しないように。そうですよね。そうですよね。怪我したらあれなんで。はい。お、二人で通しますか。どうすか。別々で。どうすればいいのか。お願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。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 はい。危ない。ありがとうございました。ありがとうございました。投げてみてどうでした？まあ楽しかった。楽しかった。もうウォーミングアップだったね。完了です。はい。頑張ります。練習もね、たくさんしてたから。たくさんじゃないですけどちょっとやりました。その成果を今日ストライクできるかな。いや、絶対できますできるかな。心配です。めちゃくちゃ上手かった。あ、そうですか。めちゃくちゃ上手です。ありがとうございます。はい。始球式は何の球種投げますか。まあ、とりあえず、まあ、僕はもうストレートボールでもうストライクしたいんですよ。はい、ストライク狙いで。ストライクだけです。だけです。はい。何ナックルボールは投げないんです。雪がないです。結構ワイルドピッチ。はい。東京練習1球投げてましたよね。はい、そうです。はい。だからナックルボールできるんですけど、どこ行くかどうか分かんないんですよ。まあとりあえずストライク。はい、初めてから。緊張は？緊張はあんまりないけど、自分のプレッシャーがする。自分のプレッシャーさせます。
自分自身もうストライクで はい、頑張ります。ありがとうございます。大丈夫です笑顔で、はい、目標入ります。躍進にどうぞご期待ください。トム・ホーバスヘッドコーチ、そして田中史朗選手、ありがとうございました。今一度大きな拍手でお送りください。ダメだった、ダメだった、ダメだった、ありがとうございました。バンドしちゃいましたね。ごめんなさい、ごめんなさい。ワイルドピッチ多かったですか？なんか全然違う編集の通りに、ね、いかなかった。はい、あ、はい、一緒にいいですか？はい、サンサンさん、ありがとうございます。ロマスさん、こちらもいただいていいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや緊張しましたね。もう何回も練習したんですけど全然ダメでしたまあ練習中すごい良かった。でやっぱりステディウムに入ると全然雰囲気違う、距離も全然違う感じですけど、まあ残念ストライクしてなかった残念3点ぐらいですかねしっかり、まあ、挨拶は皆さんにさせていただいてなんですけど、緊張します本当に、うん、マウンドのところに立つと緊張するんで、まあ、これもねバスケットもそうですし、はい、ラグビーもそうですけど、やっぱ緊張して、まあ、それを力に変えれる、やっぱりプレイヤーの人たちってやっぱり野球の人でもすごいなと思いました。もう20ぐらいですダメだったんですよ。でも、まあ、緊張は自分のバスケットの試合の前は緊張したんですけど、やっぱりもうプロフェッショナルですから練習とか全然問題ないけど、これは初めてですよ。そこも初めてからちょっと違う気持ちが全然違いますね、はい、もうまずボールがちっちゃなってるのもそうですしそうやっぱ距離も違いますし、もう全てが違いました。すごくいい経験でしたね。そう、楽しかった、楽しかった、はい、もう一回やりたい、ストライクしたいそうですね、やっぱり前回と違って日本開催じゃないので、まあ、ファンの方々が少し遠くなってしまうんですけども、まあ、前回のベスト8っていうのを超えていただいて、やっぱり日本にまたラグビーのブームっていうのを作っていただきたいなと思います。私たちはアジアの1の目標あります。アジアの1になったらパリスオリンピックの切符が取ります。そこを私たちの目標です。まあとりあえずいいバスケを見せたい、だから日本らしいバスケ、速い速いバスケと技術高い、足止まらない、最初から最後までのバスケットはやりたいです。私はこの間栗山監督といろいろインタビューやって、彼はサインボールをもらったんですよ。だから隣に残します。はい、僕も家にあるラグビーボールの横に、はい、置かせていただきたいと思います僕はバスケットコーチですから、
2メートル以上の選手よく見るんですよ、分かるんですけど、やっぱり彼の手の長さとか、僕の手の長さ結構長いですよ、2メートル3けど2メートル11でも彼は一緒ですよ。だからもうすごいすごいかなと思って、なんか面白い、あ、まあこれから彼の野球が 見たいです。どうやってあの2メートルの選手がどうやって上手にバッティングするとか、だからスイングが結構長いじゃないですか、筋肉長いから。僕は元気の時は手長いけどコンパクトのシュートやったんですけど、彼もコンパクトにするかなと思う、なんかそういう、まあ、考え方あります。まあ先にうちのワールドカップが8月25日ね、もう絶対応援してください。私も絶対ラグビーは応援します。そう、一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、僕 出ないと思うんですけどでも本当に野球からやっぱバスケットでつながって、ラグビーっていうつながりが多分一番いいと思うので、次まずバスケットをあのラグビー界も全体で応援させていただいて、買っていただいて、ラグビーっていうこの流れを、はい、やっていただきたいなと思います。